ここにいる人怖くないよ。いい子にしてたら大丈夫。身寄りのない子供たちが暮らす家、18歳の花が過ごす最後の夏、心を閉ざした女の子がやってきた。落ち着いて、ちょっと待って。はるみはママのこと好き？おいしい？これもう買わないって言ったでしょ。話してって。もうなんでいい子できないの？いい子にしても帰れないじゃん。いい子でね。昨日の夜さ、お母さんから電話があって。カニ、ハルミのこと何も分かってないじゃん。その小さな手を握りしめて、大きな世界に一歩を踏み出す。海辺の金魚。